変な野郎だ。いきなり寝始めやがった。おいおい、こっちは賞金首が全て切り刻んでやる。なんだこいつ。おお、キャベツじゃねえか。待てルフィ、残らず切り殺す。切り裂いて切り刻ん。ウソップ、油断しちゃダメよ。彼とんでもないスピードの持ち主だから、下手すると一瞬で。いやー、こっち向いた。これブーイ、なんとか。それなら自由にやらせてもらう。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードケンポン。嫌がったな。まずい。やるぞ。もっと切らせろ。俺がまとめて相手してやる。危機急騰流よし。一部悪いようにはしねえ。切らせ。流走剣、竜の勇気。このくらい何でもない。このくらい何でもない。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。私の番のようね。来るなら迎え撃つだけよ。どれどれ、いただき。すぐに黙らせてあげるわ。ゴー。竜爪剣、竜の勇気。俺がやられるはずがない。ミルフルール、ヒガンテスコマーノ、スパンク。効かない。行くぞ。ほれ。うわ、とうとう俺を本気にさせやがった。あんたたち、お金持ってるの？どれどれ？やった。この俺が敵も見る。斬撃の速度はなかなかいい。海の一流国。麦わら、そしてトラファルガロ。何しやがる。僕の人気を返せ、最悪の世代。何すんだ、こいつは俺の仲間になったんだ。なってねえよ。お、気がついたか、トラオ。ドフラミンゴをぶっ飛ばしに行くぞ。なに、それは僕の役目だ。ドフラミンゴを討ち取り、さらなる人気を得るんだ。なんだ人気って。考えてみろ、ドフラミンゴほどの凶悪な海賊を倒せば新聞社が放っておかない。朝から連日取材が殺到。こんにちは、スーパースター。あ、待ちたまえ。ドフラミンゴは僕に任せるんだ。いや、せめて僕も連れて行け。
でもねえ。くそ。肩慣らしていくか。ああ、三刀流黒上大達の。よし、みんな準備できてるな。南に行けって言ってただろ。なんだよキャベツ、勝手についてくんなって。うるさい、僕も行く。それに僕はキャベンディッシュだ。よし。
ザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードエンボー。みんな、いっぺんに行くぞ。ゴムゴムのピストル。いつでもいいぞ。二刀流、いよいラショウモ。行くぞ。俺について必殺、二刀流。ドクロ爆発。美しくて強い、それがこの星。悪いようにはしねえ。竜槍剣、竜の息吹。俺進めってんだ。ゾロヤ、いいから戻って南へ進むぞ。今の力を試すにはうってつけだな。ウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。みんな、いけるよな。
理解できねえ。気配を感じる。あいつだ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。ウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードヘッド。刀がうずく。竜巻。よし、みんな準備できてるな。力が戻ってね。ああ、誰かが俺たちをつけてやる。麦わらや、さっき、ああ、リムの子、最近友達になったんだ。あいつさ、箱だと。ああ、俺たちの力や記憶を箱みてえにしても。どういうことだ。ウィお前の能力は俺がもらう。標的を俺に切り替えたな。つまり。敵は噂に聞く能力者狩りか。この能力は誰にも渡さねえ。お前、エースが海軍に弟には黙っててほしい。バカけ。もういい。よし、行くぞ、お前ら。いただきます。ありがとう。波動をエロ。いけるか。準備 OK だ。
行くぞ。お援護マッキッシャゴムゴムの火炎ピストルマキー。なんで私なのよ。任せて。どれどれ、いただき。勝負は勝つか死ぬかだ。うん、シャンブルズ。竜槍剣、竜の勇気。ウィー波動エロー。なかなかやるな。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのレッドホーク。ルフィたちに危害を加えるつもり。それに海の一流国、力が。もう大丈夫だ、レベッカ。うん、うん、そうね。トラファルガ。おい、聞いてるのか。遅れるんじゃねえぞ。それなら自由にやらせて。ウェザーエッグ、生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。行くって言ってるでしょ。行けるか。よし。はっ。
だってやるときはやるんだから。よし、行くぞ、お前ら。サンダーボルトテンポン、私のセーフ。今の力を試すにはうってつけだな。刀がうずく煉獄鬼切り。よし、みんな準備できてるな。行くぞ、俺についてこい。強烈なのをお見舞いしてあげる。ザンダーボルテンポン。嫌がるし、あいつが出てくるのは確実だよな。こんな奴らにやられやしね。煉獄鬼切り。
なんだ、地震か。いや、違うな。あの山みてえなシルエットに見覚えがねえか。変わっちゃいねえ。こいつのことはよく覚えてる。切り替えのある相手だったぜ。あいつ、サプラの野郎は岩の中だ。気をつけろ。さあ、やるわよ。それなら自由にやらせてもらうわ。フェザーエッグ、生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリード。俺の方はいつでもいいぞ。三刀百八ポンド砲。よし、行くぞ。お前ら、くそ、すぐ行くぞ。うさっぺたんな。シャンブルズ、消えろ。やっと出てきた。姿を見せたな。よし、行くか。キュートウリュウアシュだ。一部な、な、なんだ。あいつ何する気だ。ヒヒヒ、なっ、ぶっ飛ばしてやる。行くぞ。お、援護は真っ赤。ゴムゴムの火炎ピストル。マキをかけた命を。シャンブルズ、流走剣、竜の勇気。調子に乗るなよ。やるな。へえ、ま、切り替えがありそうだ。二刀流、いよいよ勝負。ぶっ飛ばしてやる。
冷静さを欠けば命を落とすと思え。竜槍剣、竜の勇気。きっちり型をつけるとするか。三刀流奥義一大三千大戦争。お前みてえな石ころに用はねえよ。この力があればこんな回り物こうして悪くないわ。安心するのはまだ早い。あなた当然だ。コラさんは死の病に侵されていた俺を救っ、そしてそんなコラさんが止めようとしていたのが、え、家族なのに止めようとしたの？しかも最高幹部だったのよね。家族だからだけど、結局コラさんは行くぞ。あいつの場所までもう少しだ。家族を止めようとしたコラソン。そっか、ローは大きな棘の先端まで行ってくれ。おいおい、こんなところを登るのかよ。他に道はなさそうだしな。よし、登るぞ。
おい、そっちに行くと元の場所に戻っちまうんじゃねえのか。レベッカ、ここにはお母様のお墓があるの。お母様はとても優しい人だったわ。私たちはこのひまわり畑で育てた花を売って、だけどあの日私はドン…ドン・キホーテファミリーに母親を殺されたレベッカは、おもちゃ片足の兵隊に育てられた。しかし民衆を裏切った戦王の孫であると知られた彼女は逮捕されコロシアムに捕らわれてしまう。以来コロシアムの当主として国民の嘲笑と罵声にさらされる辛い日々を送っていたのだ。何？それが麦わら屋の言っていた箱か。悪魔の実の能力か。みんなの言う悪魔の実が何なのか。その妙な箱で他人の心を覗き見る。あ、どこであいつらと仲間になった？ドレスローザに来るまで
麦は…そんなこと、あなたに説明するつもりはないわ。するね。これで全員か。俺も随分と舐められたもんだ。ドフラミンゴ、お前覚悟はできてんだろうな。どういうことだ。ドフラミンゴが二人いやがる。片方は分身糸人形だ。だが気をつけろ、どちらかは本物だ。上場戦争からここまでよく生き延びてここまで来たな、麦わらのルフィ。だが悪運もここで終わり、お前もお前の仲間たちも全てだ。しまうぞ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。シャンブルズ。ビケンブルーバード、その程度だ。腹ごしらえだ。その程度だ。お前を倒す算段はつけてきた。うさっぺた。任せろ。勝負は勝つか死ぬ。シャンブルズ、僕より目立ってない。ビケンブルーバード。
16発の聖なロッドスレッド。まだまだ。クソ、違う。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルメモリー。なかなかやる。お前を倒す算段はつけてきた。必殺ヒルトリボシ。僕が本気を出しても構わない相手だと言うんだが。全てを吹き飛ばす。止めてやるよ。お前はまさか。生きてるはずがねえ。俺はこの手でお前を殺した。コラさん、バカな。コラさんだと。これはお前が。ごめんなさい、わざとではないの。こんなこと初めてで、私でも抑えられなくて。あなたの思いが私の力に共鳴して、自然と。誰の能力だ、いまいましい。くたばった後も俺の邪魔をしに来やがるとはな。物分かりの悪い弟を持つと苦労するぜ。いいだろう。一度も二度も変わらねえ。まずは俺が殺してやる。そこにいるコラさん、そんなもので。いや、お前を止めるのはこ俺は。優しいコラさんがあの日引けなかった。なるほど。だが、かつてコラさんが命がけでお前の今までの行動も全てが無駄だったと思い知らせてやる。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルおい、シート！情けない姿を見せちまったな。これは気を抜けなそうな相手ね。トレインタフルール。冷静さをかけば命を落とすと思え。
カンマライフ。その程度だ。つまずくわけでいかねえんだ。能力は使いようだ。サンジ、これいただく。この、くそ、違う。ブルジャンブフランバーグシャット。生きるか死ぬか命の瀬戸際だ。踏ん張れシャンブルズ。くらえ。シャンブルズ、能力は使いようだ。ディアブルジャンブフランバーグシャット。殺せ。終わりだ、ドフラミンゴ。くそ、こいつも偽物だったのか。待て、待ってくれ、コラさん。あんたに救われて、俺は生きてる。病気は治った。あんたがくれたオペオペの力でだ。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。レベッカ、大丈夫？顔色が良くねえぞ。少し休んでろ。ドフラミンゴの野郎に糸で無理やり操られてたからな。この先はドフラミンゴの王宮。ああ、待ち構えてやがる。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばすから、お前はここで待ってろ。キャベツ、レベッカを頼む。いいだろう、ここは僕が引き受けよう。急げ、鳥かごも閉じてきている。君たちの戦いを誰にも。ドフラミンゴの討伐は、ここは僕の舞台だ。さあ行け。ああ、わかった。ここはあいつに任せて、俺たちは上だ。俺が上で入れ替える。お前たちはここで待て。俺は自分で行く。悪いな、ルフィは昔からこうだ。
群れるのは弱者の習性か。一応聞いておこうか。万が一ってこともある。お前たちここに何をしに来た。お前をぶっ飛ばしにだ。同じだ。兄の使命を果たしに。失望したよ。お前の好きにさせねえ。七武海、お前たちに送り出す武器が世界中。俺を止める？できる。そのためにここに来た。みんな、いっぺんに行くぞ。そこだ。ゴイスキート。死ぬから。行けるか。ギアセカンド。ゴムゴムの。レッドホーン。16発の聖なロッドスレッド。なかなかやるな。切り替えがありそうだ。やっと俺の出番か。おら、舐めないでね。やっ、こんなトップグリーン止まんなきゃだ。強そうだな。でも俺は差別はしねえんだ。ガンマライフ。雲の砂地。その程度か。いけるか。ゴムゴムのレッドホーク。ルフィ、お前が決めろ。行け、麦わら屋。やったー。ようやく俺。Thank you.
てやるぜ。よし。これでメモリアでの冒険の終わりね。みんなに本当のこと話さなきゃ。ありがとう、ルーシー。どんなに危険でも仲間のことを優先する。お前は相変わらずだな、ルフィ。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。おう、任せとけ。やっぱりエースと似たようなこと言ってやがる。ルフィはあなたと会うのは久しぶりよね。それでも命をかけて血を。何の話だ。あなたはどう？ルフィの。あいつのためじゃねえ。だが、つまらない借りを作ったからな。つまり、助けるっていうことね。これで俺たちの力も全部戻った。ワフルドに帰ってまた海に出るぞ。ああ、そうだな。さあ、次の島に向かうわよ。いつでも出航できる。ワフルドに戻ったらアディオのやつも呼んで宴だ。よほほほほ。では宴の音楽は私が。みんな聞いて。私、謝らないといけないことがあるわ。あの日、私がワフルドでみんなの力を奪ったのはわざとなの。偶然でもな。どういうことだ、リム。おめえ、敵だったっていうことか。敵じゃない。みんなの力を借りるためだったの。ごめんなさい。私はどうしてもアディオの願いを叶えたかった。アディオの願い？私たちの力を奪って、アディオの代わりに
島の巨像を倒してほしかったの。そしてみんなが巨像を倒してくれたことで、アディオの目的は半分達成されたわ。でも、そのためにみんなには辛い冒険をさせてしまったわ。本当にごめんなさい。よくわかんねえけど、言ってくれてありがとうな。力は全部取り戻したんだ。気にすんな。ありがとうルフィ。みんな、ワフルドに戻ったら、あとは私が頑張る分。みんなとの冒険で何をすべきか、分かったの。どういうことだ？なんかまだ問題があんのか？言えよ、水くせえな。さっき言った通り、残り私、アディオを止める。